ということで、ご講演をいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。DBCLS のボーノと申します。で、今日はですね、J ポストのワークショップということで、J ポストの話をいっぱいしますので、一番最初に、我々が普段からよくやっています、そのゲノムとか、トランスクリプトですね、こちらのデータベースというか、現状というか、それを知っていただいて、皆さんトランスミックス研究をやろうというふうにお考えだと思いますので、そちらの、参考というか、知っていただければなと思って、主に、ゲノムのデータベースの話を中心にしようかなとさせていただくつもりです。で、私なんですけれども、今も紹介いただきましたが、ボーノと申します。で、普段はですね、生命科学分野における公共データベースの、使うための、環境を皆さんに作っていただくんですけど、そういう環境をの構築、あとそういうふうなものを皆さんに使ってもらうようにするための、利用、普及技術、普及ですね。普及するために、いろんなところで講習会やったりとか、あとはその、今もちょっと宣伝流してましたけれども、統合テレビで、今これも実は撮らせていただいてまして、ビデオを撮らせていただきまして、それをまた統合テレビという形で教材になっていくと、そういうふうなことをやっているものでして、それかれこれも9年ぐらいやってて、もう10年目になったんですけれども、そのライフサイエンス統合データベースセンターというところでやってます。今言ったように、いろんなところで、年6回ぐらい講習会やったりするやつの、何回かの講習をやったりとかしてる、一方ですね、私自身もその、そういうゲノムとかトランスクリプトのデータの解析をする人間としまして、ずっと昔からそういう研究もしてきたんですけど、そういうのもあってですね、今よく使われてますその次世代型のシーケンサーってサンガーじゃなくて何て言えばいいのかな、本当 NGS と呼ばれる次世代シーケンサーですね。そういうタイプの非常に大量にですね、出てくるシーケンスの、解析するための、指南本というか、プロトコール本ですね。どっちからかというと、実際のウェットの解析をやる方じゃなくて、出てきたデータをどう処理したらいいかという指南ですね。そういうふうなものをやるような、本を去年出したりとかしてまして、主にバイオインフォマティクスの、専門家と皆さんに持っていただいていると思うんですが、実際にはトランスクリプトーム解析が、メインでやってます。あとは、こういう、特にですね、バイオロジカルなフォーカスとしては、低酸素とか酸化ストレス関係の研究をやっております。で、そっちらの話が今日は主じゃないので、ゲノムトランスクリプトームの話を中心にやっていくんですけど、これも皆さんには釈迦に説法かもしれませんけれども、ゲノムって言葉は、ジーン足すクロモゾームの、造語でして、その通りですね、遺伝子と、染色体ですねを足したようなもので、ゲノムを研究する学問ということでゲノミックスと呼ばれると、それと同じようにしてトランスクリプトームを研究する学問でトランスクリプトミックス、あとは同じようにというふうに、呼ばれていると。こんなのは当たり前です。皆さんご存知と思います。で、それを、いろんななんとかオミックスというのを総称してオミックスと、呼んでて、その特徴はですね、それぞれターゲット、測ってるものは違うんですが、データがたくさん出ると。で、たくさんデータが出てきたら、それをデータベースとして、作らないと、逆に言うと使えないと。だから、データを登録しようと。そういう考えになってきて、DNA の塩基配列の方は、もうだいぶ前というか、実際には、多分、インターネットが出てきた頃にはすでにですが、実際に DDBJ とかができて、もう来年で30周年と呼ばれてるんですけれども、だと思われてるんですけど、ちょっとそれも実は定かにないぐらい古くて、それぐらいデータベース化というのはずっと、DNA の配列に関してはずっとやってきました。で、その最たるものとして、この DVD にあるのはこれ人ゲノムですね。これ横浜の理化学研究所の一番奥の西研究棟、本当は西、一番奥は実験棟ですが、その手前の人が入るところの普通に入るところの西研究棟というところの一階に飾ってあるこのガラスケースに入っている人ゲノムですね。これは実際に人ゲノムが決まった時に、このデータに収まりましたと言って首相に渡したやつですね。そういうようなものがありますけれども、こんな風にたくさん DVD も結構入るはずなんですけど、こんな風にたくさん分かれるというような状況です。はい。で、このオミックスなんですけれども、実際にはもちろん
各種ごとに各ゲノムトランスクリプトムプロテオムごとにいろんな、まあ、データベースがあるんですけれども、私からはですねこのゲノムとトランスクリプトムに関する今実際によく使われているデータベースにどんなのがあってどんなふうにして皆さん使っててっていうような話をざっくり、させていただこうかというふうに思ってます。先ほどもお話しあった通りなんかこんな感じでやると一方通行のような感じがするんですが、実際には人も少ないですから止めて質問してください。ぜひそれで構わないと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでなんですけど、まあトランスオミックスって言って、まあ、皆さん言葉この学会のテーマ、明日からの学会のテーマにも上がっていると思うんですけど、じゃあどんな感じのことを皆さん考えているのかなというふうに思うんですけれども、まあ、いろんなオミックスがあって、まあ、それをまあ串刺しにしていろんなもの、理想はこの最初から最後までですね、ゲノムから、トランスクリプトーム行ってプロテオームまで行って最後終的にメタボローム、本当はもっといろいろオームがあると思うんですけど、まあ、そういうものを全て、串刺しにするようなことをトランスオミックスというかことではまあ理想としてあると思いますが、現状トランスオミックスといって、まあ、やってるというか、まあ、理論上というか、まあ、頭の中でやれる可能性的なことを考えると、一番多分現実的なトランスオミックスの解放は、まあ、ゲノム屋さん、私がゲノム屋さんだからそういうのかもしれないですけども、ゲノム上の位置による統合です。ゲノムの上の位置による串刺し。これは、例えば人だったら、1番から22番までと、あと X と Y と染色とありますけれども、それぞれの30億あるそのゲノム上の ATGC の位置ですね、その位置ごとに座標を振ってですね、それの塩基配列のところにはどういうゲノム配列があって、そこにはどんなトランスクリプトームがあって、はたまたイントロンなのかとか、あとはさらにそこのところが翻訳されてタンパクになってとか、そういうふうな流れですね。これが多分一番有効なんじゃないかと思ってます。でこれが実際今一番使われているゲノムブラウザーでやる方法で、ちょっと皆さんにはこれはファミリアではないかもしれないです。ですが一番これが情報量も多いし、いろんなものが結びつく一番いい方法なんじゃないかなというふうに我々は思っています。それ以外で一番よく今使われていると思われるのはその遺伝子の単位とか、まあ、遺伝子の単位にもいろいろありますけれども、まあ遺伝子というものがコードされている、まあ、ローカスですね、ローカス材ごとに統合しようという考え方ですね。でそこには、まあ、いろんな、トランスクリプトのバリエーションなんかもいっぱいあるんですけれども、まあ、そういうのは忘れて、とにかくその遺伝子に関わりそうなものだけをこう足していくと、まあ、タンパクぐらいまでは確かにつながるだろうという、まあ、話もありますし、まあ、トランスクリプトですね。まあ、トランスクリプトームのに、まあ、翻訳される、コードされ、出てくるトランスクリプトごとに、タンパク質として出てくるものにはこんなものがあって、さらにはまあメタボロームの方にちょっとは近づこうとしているような、まあそういうトランスクリプトごとの統合も考えられると思いますし、まあある種のパスウェイに関係するようなトランスクリプトと、まあそれに関するまあ転写産物のタンパクとか、あとはまあそれに関係する化合物のメタボライトも一緒に統合してやるっていうのもあるんですけど、まあ、全ては、まあ、串刺しにはなかなかできないんじゃないかなというふうに思ってますが、まあ、現状今このゲノム上の位置での統合というのを、まあ、トランスオミックスというので、やるのが一番上等手段とか一番データとして、引っかかるものが多いんじゃないかなというふうに我々は考えてます。はい、でまあそれでゲノムなんですけれども、まあ、ここからも本当ゲノムの話になるんですけれども、ゲノムなんですが、じゃあ今いくつぐらいの生物がゲノム決まってますかっていうときに、よく使われるのがこのゴールドという、データベースになります。でただゴールドだけググっても多分金は今いくらですとかそういうのがグーグルさんが言って終わりだと思うんですけど、そうじゃなくて、ゴールドゲノムぐらいでググっていただくとこの URL が僕も URL 書いてませんね、まあ、このサイト出てくると思います。で、まあ、これの実際の、まあ使い方の詳しいところは、まあ、こちらの統合テレビですね。私ども先ほども言いましたけれども、こういうふうな、ビデオで、それぞれの、有用なウェブサイトとかデータベースを、チュートリアルですね、動画チュートリアル作ってまして、それが統合テレビっていうんですけれども、まあ、それの、サイトを見ていただくといいかなというふうに思います。これも実はURL がなんか変な DOI.org って書いてあって、雑誌のなんか、てか論文のなんか番号みたいなものがついてるというふうに思われるかもしれませんけど、これはデジタルオブジェクトアイデンティファイアといいまして、こういうデジタル上でデジタルで指し示せるものを引用するために
これから使われていくため の ID でして、それがまあ動画にもこれついておりまして、この行った先には実は統合テーブルの動画があります。論文の場合はこれで大体 PDF ですね、論文の PDF が指し示されていると思いますけれども、こういう動画で指し示されているようなものもあります。で、まあ、すいません、本題がちょっとされちゃったんですけど、ゲノムのデータベース見に行くと、こういうふうなところにどれぐらいあってっていうのが出るんですけど、その中に、この、緑枠でくくった中にシーケンシングプロジェクトって書いてあって、そのシーケンシングプロジェクトを見ると、コンプリートゲノムっていうのが9000ぐらいあって、パーマネントドラフトっていうのが4万2000ぐらいあって、インコンプリートゲノムが4万2000ぐらいあってっていうふうに、まあ、ゲノムシーケンス配列解読プロジェクトのステータスが出てます。まあ、コンプリートというのはその通り、まあ、終了しましたというのは9000ぐらい生物質であると。で、パーマネントドラフトというのは、まあ、読んだんだけど、コンプリートはしてないけど、もうそれでまあいいやろうというふうにドラフトゲノムの状態でほったらかされているということなんですけど、これとこれ両方出して大体5万ぐらいあるという状況になってます。私は実は研究始めたときは、こういうのが出だした頃で、これが数字が 1になったぐらいが僕 M1 だったんですけど、それから考えるとですね、まあ、あれから何年だったかな、もう21年経ったんですけど、それが5万、まあ、コンプリートゲノムとしては9000ぐらいに増えて、すごく増えて、まあ、覚醒の感があるんですけど、じゃあ何が実際これに含まれてるかなんていうのも、もう、一個ずつテーブルにして昔は、作ってましたが、まあ、そういうのも見るのも大変ということで、こういうところで検索して、自分の今知りたい生物種がどういう状況で配列解読されているかとかいうのが、こういうところから簡単に分かるようになっているというのが現状です。まあ、これがまあいろんな生物ということですね。はい。で、そうやって出てきたゲノムなんですけど、まあ、コンプリートなり、インコンプリートであっても、パーマネントドラフトですね。パーマネントドラフトであっても、ゲノムは、ゲノムブラウザーという形でこう見るのが普通です。これはまあ人の染色体のまあ例を指し示してますけど、まあ、こういうふうなゲノム、はい、ゲノムの位置が、ゲノム染色体があったときに、あるところを拡大して、まあ、こんな風に、遺伝子がありますよとか、さらに拡大していくと、最終的には、ATGC の配列と、そこから、翻訳される、アミノ酸ですね。アミノ酸の全部のパターン、まあ、片側3種、3つの読み枠っていう風なものが、すべてこういう風に見えるようになっているのが、まあ、こういうゲノムブラウザで、ここにあるように、この、染色体上のこの位置にどういう遺伝子があって、そういう遺伝子の中でもそこがエクソンだったとか、重複配列であるとか、エンハンサー領域であるとか、そういうようなものがいっぱいこう書かれていると。それがまあ、アノテーション、ゲノムアノテーションとして、すごくこれがまあ大事なわけです。今はこれを皆さん見て、自分の研究に役立てているというのが現状だと思います。それで、それで今一番よく使われているのは、この UCSC ゲノムブラウザーというものだと思われます。まあ、これに関しても、統合テレビありますので、詳しくは見ていただきたいんですけれども、ちょっとこれ最近、ウェブサイトが大幅に変更になってですね、こんな風にちょっと今風の、ものになりました。で、まあ、簡単に言うと、まあ、自分のよく知ってそうな遺伝子をこう入れて、検索していけば、もちろんいいんですけれども、まあ、いろんな生物種を選んでから、こういう風な遺伝子名を検索するとか、そういう風なことも、できます。できるんですけど、このサイト実は前までは、日本からでも、カリフォルニアにある、UCSC ですから、サンタクルーズにある、このサイトを見に行ってたんですけれども、最近、てかこの5月じゃないわ、6月に、理化学研究所の方が、このゲノムブラウザーのミラーを作りましたということで、日本から使うとですね、その、理研のミラー使えますかって一回聞かれますので、入ってやると、理研のミラーの方をずっと使えるようになって、すごく快適になりましたので、ぜひ皆さんも、今まで遅くて使い物にならないと思ってた方も、使っていただければというふうに思います。すいません、ちょっと話を戻しまして、で、ゲノムのアノテーションを今、デフォルトでの画面でもこんだけいっぱいいろんな、ある領域を見ると、この遺伝子がコードされているところ、まあ、この縦の棒がついているところは実はエクソンで、この、ギザギザがついているところはこれイントロンの領域なんですけど、こんな風に、まあ、遺伝子がありますよとか、まあ、遺伝子って言ってるのも、いろんなデータベースによってその遺伝子の領域が違う。レフセックはここにもこんな風な長さであるよとか言ってるとか、まあ、いろいろあるんですけど、こういうのを、まあ、指してゲノムアノテーション。ゲノム上の位置に基づくアノテーションというのが、こんな風にいっぱいついています。で、なんですけれども、これだけでもちょっとたくさんあって、もうみんな嫌やなと思うかもしれないですけれども、実はですね、多くのゲノムアノテーションもっとたくさん本当はついてます。ついてるんですけど、ほとんどこれ見ての通り、ハイドハイドハイドになってる通り、ほとんど、隠されてるというか、表示してないんですね。なんでかっていうと、表示すると、
もっと 何が何だか分からなくなるからです。で、こんな風に下に見ていくと、こんな風にいっぱいある、いっぱい使えるものが本当はあるのに、隠されてます。フルで出てるのは本当に、各生物種の保存されたところとか、エンコードのレギュレーションの領域とか、そういう風な形なので、まあ、自分で、まあ、興味がある。例えば、この、転写因子の結合、TF バイニングな転写因子の結合サイトのことなんですけど、そういうものを、まあ、エンコードプロジェクトで解読したようなものを、例えばこうやって、クリックすると、こういう風に選べますので、ショーってやって、やると、こんな風に新しく、その、エンコードプロジェクトでやった転写因子の、結合サイトの情報ですね。これ昔はまあ、配列検索からやってたんですけど、今はこれチップセックでやったデータで、実際に実験でやった生データですね。だからいろんな、抗体を使ってですね、このタンパク質の、構造されているこの辺の領域には、こういう、タンパク質がくっつきそう、転写因子がくっつきそうですよ、くっつきましたよというふうな情報がこんなふうに見えると。まあそういうふうなもので、まああまり実験しなくてもですね、こういうのを眺めていけば、いろいろ分かったりするわけです。はい。で、まあ、こういうふうにクリックしていくと、その実際の、ゲノムアノテーションに関する説明書きっていうのも、いろいろ出てきます。詳しく出てきます。はい。まあ、で、大事なのは、まあ、最終的にこのデフォルトトラックスってボタンをやったら、いろいろこう、出しちゃって、こう、ぐちゃぐちゃになっても元に戻れるので、元に戻ってまた新しくいろいろ足してみると。そういうようなことをぜひ、していただければなと思います。今日はちょっとあんま時間ないんで、あんまり、実際にやってみせませんけれども、こういうふうな統合テレビに、載ってますから、ぜひ、やってみてください。まあ、実際にやってみるのが一番です。はい。で、まあ、よく聞かれるのは、まあ、ゲノムブラウザー上でデータが違うんですけど、どうなってるんやと、何が違うんやと言われるんですけれども、まあ、ゲノムのバージョンはなんかその HG19 とか HG38 とかなんか番号がついてるんですけど、その番号が一緒だったら基本的には同じです。ですけれども、各サイト、例えば今 UCSC のゲノムブラウザー話しましたけど、アンサンブルとか NCBI のサイトにあるのと、何が違うかというと、このゲノムアノテーションですね。だから、ゲノムに対して、そこの位置につけてる、アノテーションの種類とか、量とかがいろいろそれぞれのサイトごとに違ってます。違ってますけど、その違いがわからない程度だったら、さっきの UCSC ゲノムブラウザーとりあえず使ってください。で、そうでない場合は、自分のが、それが、必要だというアノテーションのサイトを、まあ、使うっていうふうに、まあ、分ければいいと思うんですけれども、まあ、何を信じていいんですかってよく言われるんですけど、まあ、特に、ないんだったら UCSC のゲノムブラウザーが、よく使われるようになってるので、そっちを使ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、今ちょっとあんまり言いませんでしたけど、今言ったのはチップセックのデータが入ってますよって言ったんですけど、実はそのタンパクのデータに関しても、ゲノム上の位置がある、情報があるものに関しては、あそこの中のトラックに入っているものもありますので、ぜひ、それは、見て、やってみてください。時間があります。で、まあ、そういう、まあ、ゲノムのブラウザで、ゲノムのデータがすごい、そのゲノム上の位置にと、ごとに整備されてきて便利だと。まあ、それは非常にいいんですけれども、一方でですね、まあ、昔からこういう、塩基配列のデータを30年来貯めてきたって言ったんですけど、その国際塩基配列データベースという形で、INSDC ってこれ頭文字とって言ってますけど、そういう、関係をですね、NCBI と EBI と DDBJ で築いて、ずっとデータを、塩基配列のデータをまあ蓄えてきました。それに関してはこのトラッドと呼ばれている、アノテーティッドシーケンスと呼ばれているもので、まあ、NCBI はジェンバンク、EBI は昔はエンブルって言ってましたけど、まあ、ENA ってやつですね。で、DDBJ は DDBJ というふうな形のデータをずっと維持してきました。ですが、シーケンスが大量にできるようになってきて、まあ、サンダー型でもキャビラリーシーケンサーができて、キャビラリーシーケンサーが出てきたデータを、波形のデータとして、波形のデータと一緒に、トレースですね、トレースのデータと一緒に、保存するということで、トレースアーカイブというものが作られて、NCBI とか EBI みんなでやっぱり作ったし、まあ、それ以外に最近ですと、このネクストジェネレーションリリースということで、次世代シーケンサーのシーケンスですね、シーケンスリードアーカイブという形で、最初はショートリードアーカイブと言ってましたけど、今はシーケンスリードアーカイブと言います。そういう形で、各参加者のデータが保存されてですね、それぞれごとにデータを交換するという仕組みをずっとやってます。まあ、そういうふうに今は、まあ、この、国際塩基配列データベースのこういうふうな、5種類のデータがある。あと、これ、それ以外にサンプルとスタディっていうのは、これ、バイオサンプル、バイオスタプロジェクトという形でやっているデータで、実際のその、どういう実験をしたかとか、どういうサンプルを使ったかとか、そういうふうなデータに関しても、
3社、3箇所で、一緒にやっててですね、まあ、そういうことはこういうところで実際にちゃんと一緒にやってますよということが書かれています。で、まあ、NGS 実際シーケンサーの話だけちょっと簡単にしようと思うんですけれども、まあシーケンサー NGS のデータってものすごくたくさんあって、これ実はあまり言わなかったんですけど、データベースとして DDBJ に今保存されてるやつでだいたいざっくり3ペタバイトあります。3ペタっていうのはペタっていうのは1ペタが1000テラですね。だからそれぐらいでっかいんですけど、それぐらいのデータ量になってくるとですね、なかなかデータは確かに入ってるんですけど、使いにくいんですね。皆さんもこういう経験あると思いますけど、データは確かにこのハードディスクに入ってるんだけど、どう取り出していいかわからないみたいなのが、まあ、自分のパソコンでも日常的に起きていると思います。そういうふうなことがやはりこの NGS のデータベースでもあってですね、うまく使うためにインデックスを作ったりとか検索できる方法をまあ作ったりとかしないといけないということで、まあ、なんとかしようということで、我々 DBCLS の方で、それの、SRA に関する、インデックスを作ってまして、DBCLSSRA と呼ばれてますけど、まあ、どんな種類の、生物種が使われてて、どんな種類のものが、どんな種類の実験やってるのが多いかとか、どういうシーケンサーがよく使われてるかとか、そういうふうなものが一目で分かるような、まあ、サイトを作ってます。で、まあ、それで、まあ、見ているとですね、まあ、ほぼ、3分の2ぐらいはホールゲノムシーケンスといって、まあ主に人なんですけど、ゲノム配列を読み直して読んだもの、その残りのさらまた半分ぐらいが、まあトランスクリプトムアナリシスという形で、まあ実際トランスクリプトムを読んだものですね。だから今まで、まあトランスクリプトムとはね、マイクロアレイとかそういうもので測定されてデータベースになってたんですけれども、 NGS 実際シーケンサー出てきてからは実際のその、転写されている RNA の配列を読んでですね、その量でカウントしようというような試みがあって、それによるデータというのがだいぶ蓄積してきました。なので、まあ、そういう状況なんで、まあ、そういうようなものをもう、まあ、検索して昔やられたデータでどういうふうなもうすでにデータが登録されているかというのを探してみるということは、割と実験を、まあ、自分で設計する上で大事なんじゃないかなというふうに思ってます、まあ、そういうデータが探しやすいように実際にすで、に出版された論文との紐づくりですね、実際の出版された論文はパブメドが ID がつきますから、それとシーケンスリードアーカイブの方のデータのアクセッション番号というのが対応づく、こういうふうなものを作って文献情報から連日してた計算ができるような、そういうようなものもこれ日々構築してアップデートするということをやってます。で、まあ、あと、まあ、エクソームっていう言葉もよく聞くと思うので一応これも言っておくと、これはエクソンのオームですね。エクソンはだからご存知の通りゲノムの中でタンパク質をコードしている領域の部分のことで、まあ、全体の約 1% ぐらいになりますけれども、そこを、まあ、NGS で解読したものっていうのが今のこの疾患性、遺伝性疾患の原因の変異を見つけるっていうものにものすごくよく使われてきてですね、まあそれをやるには、まあゲノムに貼り付けて、それがどう、エクソームの領域だったものだけを取り出して、それの変異があったかなかったかというのをコールするっていうふうな流れを、まあブロードインスティテュートの中で作っている GATK ってソフトを一連のソフトを使って検出してするというふうなことを、まあ、するんですけれども、まあ、そういうやり方なんかも、まあ、プロトコルでこれにも載ってますけれども、まあ、そういうふうなものでやるとですね、こういうふうないろんなものが、分かってきたというふうにも最新の教科書には書かれてます。まあ、実際に見つかったこういうもともとの病気の原因の変異がここにあったと。で、それに関しては論文も出てるし、実際のその疾患に関するオーミムの番号ですね、なんかも書かれてるというふうなことがもうこれ本当教科書のテーブルとして出てます。で、出てるぐらいエクソームはもうものすごくうまくいってるんだというふうに思うんですけれども、ただその必ずしもですね、この一個の一箇所の変異でこういうふうな病気が起こってるわけじゃなくて、まあ実際やろうと思って本当にこれ一箇所の変異だったというのはものすごくラッキーな例で、何でもかんでもそういうふうに一箇所だけの変異であるっていうわけじゃないんですけれども、そういうものに、原因があるんじゃないかと。で、それが複数の箇所ですっていうようなことも、このエクソーム解析すると、もちろん分かってくるわけです。分かってくるんですけど、まあ、ここにはそういうのは、省略して書かれてませんけれども、まあ、そういうことがですね、この NGS、次世代シーケンサーを使うと、いろいろ分かってきたという、まあ、状況です。で、トランスクリプトーム
話をしますが、これもですね、昔から、まあ今もちらっとさっきも言いましたけど、遺伝子発現っていうのはマイクロ RNA という手法で、ずっとハイブリダイゼーションをベースにした方法で、どれぐらいかな、15年ぐらい前からそういうものがずっと、やられてきて、それに関しても、データを、生データですね、を、遺伝子発現データベースというものに収めて、それで 誰でもこう、その、データが解析し直せるようにしようという動きが、この、マイクロ RNA やってきたコミュニティでありました。その結果ですね、NCBI がこのゲオ、ジンエクスプレッションオムニバスっていうのをやってますし、やってきましたし、EBI でアレエクスプレスというものを、やってきました。それで、まあ、もう15年ぐらいやってるとですね、もう数もだいぶ多くなってきて、まあ大体200万ぐらいですね。こっちも見ても分かるとおり、200万発生ぐらい。まあこっちで言うと200万サンプルぐらい。まあハイブリダ、昔は、まあマイクロアレイですから、ハイブリダイゼーションしますので、ハイブリダイゼーションの数で、まあ200万ハイブリダイゼーションぐらいになりましたっていうふうに言ってますけれども、実際には、これ NGS からの今はデータが入ってて、ハイブリダイゼーションじゃない、測定も増えてきてます。で、まあ昔はこのゲオの方が、データ数として多いよって言ってたんですけど、よく見てみるとですね、サンプルの数ではこっちの EBI の方が多いんですね。で、シリーズ数で見ると確かに、まあ EBI の方が少ないんですけれども、実はこの EBI の RX スペースは、こっちの NCBI のゲオからデータをこう取り込んでどんどんこっちに入れてると。ただ逆はないという状況でして、だからどっちかというとこっちを使うと、こっちも含まれてるよっていうのが今の現状になってます。ですので、まあ、アレックスプレスを使って、まあ、検索するのが今後いいんじゃないかなと思う上にですね、まあ、アレックスプレスの方は割とインターフェースが、結構よくできてて、こんな風にキャンサーとかって入れると、勝手にこんな、ウィンドウが出てきてですね、お前の言ってるキャンサーはどんなんやというふうに、こう、オントロジーで、聞いてきます。で、聞いてて、このキャンサーのまま検索すると、こんな風に、キャンサードヒットのものはこうやって黄色で出ますし、ちょっとキャンサーっぽい、キーワードもですね、まあ、こっちで持っている EML とかな、なんか実験の方のオントロジーを使って、こういうふうな関連するようなワードも、ハイライトしてくれる。これ、キャンサーっていうので検索した結果なんですけど、こういうふうに全くついてないエントリーもあるんですが、これは実は、このタイトルにだけ、タイトル中にはキャンサーは書いてないんですけど、この中にある実験条件とかいろんなものの中にですね、キャンサーって言葉が多分含まれたから、これヒットしてきてるんです。そういうふうに、すごく検索性という点で、いいと。あとは、まあ、実際に、どういうデータを利用可能か。まあ、マイクロアレイ、もともとマイクロアレイの遺伝子発現データですから、プロセス、要するに測定した後の、数値になったデータが利用可能かどうか。それも、利用可能だったら、こういうふうにクリップのマークとか、なんかついてたりすると。あとは、ローデータが利用可能か。とか、そういうのも、まあ、下にマークついてるというのはダウンロードできますということなんですけど、まあ、そういうふうに、まあ、ついていたりしてます。はい。まあ、こういう点ですごく便利と。あと、まあ、この EBI で便利、EBI のこの RX スペースで便利なのは、ビューズっていうのがあって、これはですね、実はこのエントリーが何回見られましたかっていうのがここにザッと出てて、このビューズでこうクリックすると、すごく人気のエントリーから順番に見ていくことができるとか、まあ、そういうようなまあやり方もできますし、まあ、詳細画面はここの、アクセッションとかクリックすると出るんですけど、こんな風に。見ると、まあ、まあ、今はキャンサーで検索してるから、すごく、まあ、サンプルの中にはキャンサー関係の言葉が多いんですけれども、まあ、それ以外に、まあ、どういう実験だったかとか、あとは、その論文が出たら、そのサイテーション出ますし、まあ、もちろん、どういうプラットフォーム、これの場合は、アフメトリックスのジンジップでやってますとかいうふうに書いてますけど、まあ、そういうふうなものが、まあ、リンクされて、リンクというか、まあ、詳細情報があると。まあ、そういう、状況ですね。で、我々のところ、DBCLS では、じゃあそういうふうに発言のデータがいっぱいある中でですね、まあいろんな人が何回も同じ実験をしているので、どれ見ていいかわからないというので、リファレンスのじゃあデータセットを作りたいというふうに思ってました。それはですね、配列の方はですね、RefSec っていうリファレンスシーケンスのデータベース NCBA が作ってます。そういうふうなものがあると便利だろうということで、エクスプレッション版の RefSec を作ってます。それが RefX と呼んでまして、こんな風なインターフェースで、これの RefX の特徴はですね、まあ、いろんな臓器で組織特異的に発現している遺伝子がクリックで取れるということで、例えば肝臓のアイコンをクリックすると、肝臓で発現が特異的に高い遺伝子がザーッと
470個リストされて、まあ、それをさらに詳細を見るとこんな風に、まあ、ボディパス 3D という、まあ、これもやっぱ DBCS でやってきたその、人体の 3D の、モデルですけど、それを使ってこういうヒートマップを、まあ、描画したり、その40種類の、組織ですねでの発現パターンが、まあ、ジンチップの方法、KG の方法、RNSF の方法、あと EST でカウントした方法っていうふうな4種類の方法で、まあ、こんなふうに発現パターンが見れて、今は肝臓特異的に高い遺伝子見たから当然肝臓が高いんですけど、まあ、そういうふうなものが、まあ、クリックするだけでこう取ってきて見えると、そういうふうになってます。で、まあ、これはですね、実はその、さらに理化学研究所のファントム5というプロジェクトと、共同でやってまして、そこがやってた我々がもともとレフェックスで集めてきたのは正常組織 の, 40種類の正常組織だったんですけれども、それ以外にファントムでやってきた細胞株、初代培養株、まあ、生体とか胎児の組織、大体人だと600個ぐらいの、サンプルがあるんですけど、それに関するケージでやった発現パターンの発現のヒストグラムがですね、こんな風に見えるようなものを、まあ、実は最近作って公開しております。はい。でまあ、これはちょっともう時間もないん で, 飛ばすんですけど、これは実はその R エクスプレスに対するインデックスというのを作ってて、これをオールオブジンエクスプレッションと呼んでて、青いと呼んでます。そういうようなものも、まあ、こんなふうに作れて、見れてですね、まあ、実際に NGS で取られたデータって赤系統の色になってるんですけど、年を追うごとに、途中からも NGS のデータが増えてきて、だいぶ NGS のデータがマイクロアレイのデータを、の登録を圧倒しようとしている様子が見えると思います。こういうふうなものを、維持、管理しております。で、まあ、タンパク、メタボロームにもっと、こういうふうな紹介できるものが増えるといいなというふうに思ってて、タンパクでよく紹介しているのは、このヒューマンプロテインアトラスというもので、まあ、多くの2万5000ぐらいの抗体を使って、まあ、1万7000ぐらいのタンパクに対して、染めて、まあ、抗体染めたやつですね。染めたものがまあ見えるようなデータベースがあって、例えばそれだと、抗体で染めた方がこっちの右側のタンパクの方の、あれで定量した値が出てますけど、それとまあ同じ組織で測ったRNA-seq のデータなんかも、FPKM ですか RNA-seq ですけど、同じようにこういうふうに横に出してですね、まあ、こういうふうなものがまあ見えるようなものをまあ作って、彼らは公開してて、これもとっても便利なので、まあ、こんな感じで見せれるものをぜひ JPost の方でも作ってですね、私のこの、スライドに加わるようにしていただきたいなというふうに思っているんですけど、まあ、そのためにはですね、まあ、皆さん、お集まりの方はちょっとだいぶ増えてきましたけど、まあ、データをまずはアーカイブしていただかないと始まりません。で、アーカイブするというふうにして、まあ、データを共有する文化っていうのをぜひ増やしてですね、まあ、DNA の方はですね、まあ塩基配列の方はもう本当に出さないと、それを登録、データベースに登録しないとして、その番号がないと、論文を受理しませんというふうな、まあ、仕組みもできているぐらいでして、まあ、そういうふうなところでやっててできたので、ぜひ、プロテオムの方もそんな感じでやっていっていただければなというふうに、思います。私の話は以上です。